それではここで、ビデオで71キログラム級の準決勝、日本の古賀が、この後決勝で出てくるんですが、米塚との対戦をですね、ちょっとビデオでご紹介をすることにしましょう。こちら期待の新人、日本の古賀です。71キログラム級、相手はアメリカの米塚、ニコラス米塚でありますが、1分56秒で鮮やかな背負い投げのシーン、これです。見事に決まりました。鮮やか、非常にまあこの大会は技の切れ味のいい日本の古賀が出てきまして、これから71キログラム級の決勝戦が行われます。日本の古賀、A と志子とアメリカの